ました。欅平行きの発車です。ホームのお客様はご乗車ください。およそ22分で終着欅平に到着の予定です。1時間20分かな。欅平行きが発車いたします。列車はポイント切り替えのため一旦後ろに下がってから発車いたします。搭載列車は一度停車いたしますが、お客様の乗り降りはできませんのでご注意ください。列車が駅を出ますと、左手の河原に万年駅が残っているのが見えます。標高3169メートル、山からの流れが入っています。次の季節に雪の人まで戻っていたから神戸の万年駅と呼ばれています。